10時就寝。もう10時ですか。ショコラにバニラ？はい。ん？他の猫たちも自分の部屋に戻りましたし、そろそろあなた方も自分の部屋に戻って寝なさい。もうちょっとここにいちゃダメ？別にダメということはないですが、どうかしたのですか？どうかしたってわけじゃにゃいんだけど、最近ご主人が構ってくれなくて寂しいんだって。いやー、そんなご無体には言い方そうなんですか、ショコラ。にゃー、だってご主人様ったらこんな時間になってもずっとキッチンでケーキ作ってるし。確かに最近は遊んでくれないどころか釣れないことが多いよね。兄様には兄様のお考えもあるのでしょう。家族である私たちが理解してあげないでどうするのですか？それは分かってるつもりにゃんだけど、どうにもショコラは納得がいかないようで同じ兄様が好きな身として気持ちはよくわかりますけどね。いいですよ、じゃあ今日はここで一緒に寝ましょうか。おー、しぐれ太っ腹。なら私もここで寝る。ええ、もちろんです。ベッドの広さは十分にありますから。わーい、やった、しぐれちゃん大好き。ぎゅー、私もしぐれ好き。ぎゅー。こらこら、2匹でそんなにしたら苦しいでしょ。じゃあ電気消しますから、おとなしくベッドに入りなさいな。はーい。ねえしぐれちゃん、しぐれちゃん、眠くなるまでご主人様の小さい時のお話聞かせてほしいにゃ。初めからそれが目的だったのでしょ。ショコラは兄様の昔話大好きですものね。私もちょっと興味ある、ご主人の花垂れ時代。私と兄様は年の差があるので、兄様の幼少期のことはよく知らないのですけどね。でも年が離れてるからこそ可愛がってくれてるとも思うので、ジレンマもあるのですがジレンマ？それもまたお菓子ってこと多分。まあ大体そんな解釈で合ってますけど。では何から話したものでしょうかね。たくさんあって迷うのですが。あ、やっぱりしぐれ様の部屋にいた。ショコラとバニラの話し声がしないから変だと思ったんだ。ね、やっぱりしぐれちゃんのお部屋にいたでしょ。絶対にここだと思ったんだよね。あ、ココちゃん、シナモちゃんも。なんでメイプルまで来てんだよ。一人で寝んのが怖くなったんか。そんなわけないでしょ。みんなが来てるっぽかったから、なんとなくよ、なんとなく。あずきこそなんでここに来てんのよ。あたしはなんか楽しそうな匂いがしたからだよ。ま、おめえと同じだな。あずき、メイプルも。あらあら、みんなまた戻ってきてしまいましたね。ショコラとバニラだけしぐれ様と一緒に寝るのはずるいよ。そうだよ、抜け駆けずるい。私もしぐれちゃんと一緒に寝たいのに。私は抜け駆けとかはどうでもいいけど、仲間外れにされるのは嫌だしね。楽しそうなことしてんなら私も混ぜろよな。じゃあたまにはみんなで一緒に寝ましょうか。はい、みんなで一緒、いいと思います。みんなで一緒はいいね。楽しそうでワクワク。あ、じゃあ失礼して。私も失礼して。あ、ショコラちゃん、もうちょっとそっち詰めてくれる？うん、わかった。え、ちょっとみんなで一つのベッドはさすがに。あずき、もうちょっとそっち詰めてよ。ベッドに入れないじゃない。そんなこと言ったって、こっちも限界だって。バニラ、もっとそっち行けよ。もうかなり細長くなってる。これ以上は無理。ちょっと待って。
これはかなり苦しいのですが、みんなで横になってギューってし合ったらどうかな。ナイスアイデア、ショコラ。かなりの小スペース。キュー、ちょっと左右からの圧迫感が。じゃあ、サイズ的にココナツが小豆抱きなさいよ。それなら収まりいいでしょ。小豆の寝相壊滅的だから嫌だよ。メープルこそ抱いてあげなよ。勝手なこと言ってんじゃねえ。こっちだって無駄な乳で窒息するのはごめんだわ。じゃあ、私もダメだね。残念。一つのベッドに7人とか。狭い！寝れるわけないでしょうが！